では今日はライプロングバイタリティのお話をしていきたいと思いますほとんどの方がこのような疑問を持っているのではないでしょうかサプリメントって本当に必要なのさてそのサプリメントとは一体何なんでしょうかサプリメントは微量栄養素を 届けてくれるものです。微量栄養素とは、わずかな量ではあるけれども、私たちの細胞の働き、代謝機能、発育を適切に維持するために必要な栄養素のことです。言ってみれば、細胞のご飯のようなものです。そのご飯が欠乏することによって、 いろいろな健康障害が起こるとされています。特に授乳中や成長期、妊娠中、幼児期に接取不足だとその影響は深刻になるそうです。元来はこの微量栄養素は食べ物から得るものなんですけれどもその食べ物の中に栄養素が 非常に少なくなっていますその原因は土にあります化学肥料や農薬の使用によって土の中のミネラルバランスが崩れてしまっていますこのため農作物に含まれるミネラルの量や栄養素の量が低くなっていますこの表にあるように 1954年と2005年の作物の栄養素これを見比べてみると左側の表はほうれん草でカルシウムが半分以下人参でも半分以下になっていますこのようにミネラル分栄養分が非常に低くなっているというのが 現代私たちが食べている食物になりますかつては農地には微生物がたくさんいましたまず肥料は有機肥料家畜の糞また人間の糞などを土壌にまいていましたその有機肥料にはたくさんの微生物が含まれています ですから土壌にまくことによって微生物がたくさん増えます微生物は無機質であるミネラルを有効化します活性化しますですのでそのミネラルや栄養素を吸い取って植物たちが生きているわけですところが20世紀以降の農法は 有機肥料を使わず化学肥料農薬を大量に投与してきましたその結果土壌の微生物が死んでしまいそれによりミネラルが活性せず土壌で植わっている植物たちが栄養素ミネラルがない状態になっています。 世界で農薬を使用している量、日本は第三位です。2010年より前は、ダントツ日本が1位だったんですが、中国・韓国が追い抜かしています。どちらにしてもワースト3位、そしてドイツ・フランス・アメリカなど、規制の厳しい国から比べると4倍ぐらいの多さの使用量なんです。 このことによって土の中のミネラルがなくなってしまっているそれをいくら私たちがとっても農作物を取ったとしても、えー、その中には栄養素は含まれていないということになりますそこで微量栄養素やミネラルを補給していくのがこのライフロングバイタリティパックのサプリメントとなります ですからサプリメントというのはやはり私たちには必要なものなんですねではこのライフロングバイタリティパックの3つのサプリメント1つずつご紹介していきたいと思いますまず最初は αCRS+ ですポリフェノールなど含む植物エキスとフランキンセンスを組み合わせたパ,ラパワフル処方 こちらはドテラ独自の処方になっています。特徴としてはボスベリアセラータ、これはフランキンセンスの成分のことです。こちらがやはりエッセンシャルオイルの会社だけあって含まれているんですね。フランキンセンスは万能薬、オイルの王様と言われています。免疫力を上げる。 傷を癒す、また、えー、認知力やそれから記憶力を上げてくれる脳疾患や心臓疾患の予防をしてくれるまた天然の抗がん剤としても有名な植物ですそしてその他の主成分は たくさんの種類のポリフェノールまた生姜、ペパーミントなどの植物のエキスそして抗酸化物質であるアルセアセチルエルカルチリンコエンザイム Q10、ケルセチン、アルファリポ酸などが含まれていますこの一番下のアルファリポ酸を赤字で書いているのは 実はこの成分が本当に素晴らしい成分だからなんです。またそちらは後ほどお伝えしていきます。ではなぜこのアルファ c r s に含まれている成分が必要なんでしょうか。それは私たちの体には活性酸素という悪玉の酸素がたくさん発生しているからなんです。 この活性酸素、細胞や DNA にダメージを与えます何が原因で発生するかというとここに書いてあるようにまずは食生活、酸化した食べ物、食用油、食品添加物残留農薬のある農産物などこういうものを食べていることによって 発生します医薬品や化学物質の取り過ぎでも発生します心のストレスでも発生します大気汚染水質汚染紫外線電磁波放射能などなど現代人を取り巻く環境はこの活性酸素をたくさん発生させるような環境になっているんです。 こちらは酸素分子は全ての分子がそうであるように原子核の周りを電子が周回しています。電子というのは2つ1組ペアになって安定しているんですけれども1つだけのペアを持たない電子もいます。 その電子は安定したくて、他の酸素分子、他の分子から電子を奪ってしまいます。活性酸素のことをわかりやすく説明するのに、このような例をご紹介したいと思います。右側のグリーンは細胞です。夫婦というペアで安定しています。 左側のオレンジは不倫をしたいと思っている女子です。電子、かっこ男性を得て二人のペアになって落ち着きたいわって思っている女子だと思ってください。その不倫女子は夫婦から夫、それは電子のことなんですけれども、を奪います。 奪った方は安定して幸せになりますさて奪われた方はどうかというと夫を失ったことによって家庭崩壊してしまいますこれが細胞の損傷また細胞の酸化になるんですね適切な例えかどうかちょっとわからないんですけれども 分かりやすい例なので、このようにご紹介してみました。ちょっと活性酸素が恐ろしいなっていうことが分かっていただければ幸いです。さて、その活性酸素なんですけれども、それが引き金となっている病気が全体の90%もあるそうです。この絵でご紹介しているように、現代病のほとんどが含まれています。 そして、花粉症、喘息、アトピーなどアレルギー症状、また、リウマチという自己免疫疾患も含まれています。コロナの影響により、学生の方はオンライン授業が増え、また、大人もリモートワークということで、以前にも増して、 パソコンに向かう時間が長くなっています。電磁波を脳が浴びてしまい脳内で活性酸素がたくさん発生しているようですその活性酸素により眠くなる頭痛が起こるまた疲れやすいなどという症状がたくさん起こっているようですそんな活性酸素これは 抗酸化をしてストップしなければなりませんどのようにストップするかというと抗酸化物質が私たちの活性酸素をやっつけてくれるんですただ一つだけの抗酸化物質ではあまり効果がなくネットワークとして働くことで効果を上げてくれますいくつかの抗酸化物質がチームを組んで 活性酸素と戦ってくれるんですねそれはまるで映画のアベンジャーズのヒーローヒロインが一同になって戦っているような感じですその抗酸化ネットワークのヒーローヒロインはアルファリポ酸ビタミン C ビタミン E コエンザイム1点グルタチオンですその中でも アルファリポ酸はスーパー抗酸化物質と呼ばれています細胞の中のミトコンドリアに存在しエネルギーを作る酵素の働きを助けるため補酵素と呼ばれていますなぜスーパー抗酸化物質と呼ばれているかというと他の4種類の抗酸化物質が体内で酸化してしまった時に このアルファリポ酸が抗酸化をして再生してくれるんですねですから抗酸化ネットワークの要となります抗酸化物質というのは水溶性と脂溶性に分かれています細胞内は60%が水なので水溶性の抗酸化物質は細胞の内部で働いてくれます その細胞を、えー、包んでいる細胞膜こちらは使用性になりますですから使用性の抗酸化物質は細胞膜で働いてくれます水溶性にはビタミン C グルタチオン使用性にはコエンザイム Q10、ビタミン E がありますそしてアルファリポ酸なんですけれども 水溶性、腫瘍性どちらの性質も持ち合わせています。ですから細胞内でも細胞膜でも働くということなんですね。水溶性抗酸化物質、腫瘍性抗酸化物質の両方を活性しリサイクル、量を増やし長時間持続させ保護もするという本当にスーパーな 働きをしてくれるのがアルファイポ酸です。またその他の働きとしては血中の酸化も抑制ビタミン C や E の400倍の抗酸化力を持っているタンパク質や脂肪などの酸化も抑えてくれる細胞膜のみでなく細胞質また DNA の核でも作用してくれます。 体内で酸化された抗酸化物質の抗酸化力を助ける。フリーラジカル、こちらは、えー、活性酸素のことですが、えー、フリーラジカルを発生する鉄や銅などの金属イオンと結合し、有害重金属の無毒化、中毒減少作用が期待できます。 このアルファリボ酸が不足すると老化が進みます老化が進むということは疲労しやすくなるということなんです糖質をエネルギーへと変換する機能も低下するため太りやすく痩せにくくなります抗酸化作用が低下するため動脈硬化や 癌などの成人病に罹患しやすくなりますこのような優れた働きのアルファリポ酸がまず含まれているんですねそれではその他の抗酸化物質もご紹介していきましょうコエンザイム Q10 指機能またはコエンザイム10とも呼ばれている ホコウ素のことですミトコンドリアの中にたくさん存在しエネルギーを作る担い手として存在しています20代をピークに減少するため年齢が上がると疲労しやすくなります次にご紹介するアセチル L カルチニンと組み合わせると相乗効果があるそうです アセチル L カルチル・ルカニンこの抗酸化物質は体のアミノ酸の一種ですほぼ全ての細胞に存在します働きとしては神経細胞のダメージ軽減軽減またダメージを受けたとしても修復と再生を逃してくれます血液脳関門という大脳には 大脳の中に毒素やダメージを与えるような物質が入らないように石書所のような役割をする部位がありますその血液脳関門を通過するので脳内に直接到達しますそしてアセチルコリン量を増やしてくれるんですアセチルコリンは減少するとアルツハイマー 高齢者の気分の変調うつ認知症記憶力減退などを引き起こすと言われていますですからこのアセチル L カゼチニンをしっかりとることによってアルツハイマー認知症の予防もできるということなんです次に抗酸化物質以外の 抗酸化作用のある成分をご紹介しますそれは皆さんもよく知っているポリフェノールですこの中にも皆さんが知っている名前がいくつかあると思いますポリフェノールはほとんどの植物に存在し苦味や色素の成分となっています自然界には5000種類以上あるそうですよ 抗酸化作用も強く、活性酸素などの有害物質を無害な物質に変える作用があるそうです。それでは、αCRS プラスに配合されているポルフェノールを紹介していきます。スクテラリア念のエキス。こちらは漢方でいう黄金のことです。主成分、バイカリンの有効成分が 主成分となっていますミルクアザミの種のエキスミルクシスルとも呼ばれています成分シリマリンこちらは抗がん剤の副作用を軽減しまた抗腫瘍効果も高めてくれるそうですポリゴナムクスピダタムの根のエキスこちらはイタドリという名前でも知られています レスペラトロールのフラボノイドが含まれています緑茶の葉のエキスこちらは有名なので皆さんもご存知だと思いますカテキンですがん細胞の酸化ストレスを促進するつまりがん細胞が酸化して最終的には死滅するその作用を担ってくれます また一方では正常細胞では防御力を促進してくれるんですザクロの果実エキスエラグサンレスペラトロールアントシアニンなどが含まれますシミの原因となるメナリンを作る酵素を阻害してくれますウコンの根のエキスこちらも有名ですよねクルクミンです血糖値 コレステロール値のバランスを取ってくれる肝機能の改善前立腺肥大の抑制作用などがありますブドウの種のエキスプロアントシアニジン悪玉コレステロールの酸化を抑制し結果的に血流の促進をしてくれますゴマの種のエキスリグナンまたはセサミンとも呼ばれています 肝機能を高める、コレステロール値を下げる、高血圧を予防、癌を予防と抑制してくれます。松の木の皮のエキス、ピクノジェノール、血小板の凝縮を程よく抑制し、そのことで血液がサラサラとなります。コラーゲンやエラスチンと強く結合し、再生させるということで、 美容やエス,テでもよく使うエステでもよく使われている成分になります。パイナップルエキスグル,コシえグルコシルセラミド保湿効果や抗アトピー効果、抗腫瘍効果が期待できます。そしてもう一つのポリフェノールはケルセチンになります。 こちらは主に玉ねぎなどの野菜に多く含まれていて血流を改善する効果、コレステロール値を下げる効果動脈硬化を予防する、関節痛の症状を和らげるなどの作用がありますケルセチンは高齢の方の膝痛の改善になるかもしれません 膝の軟骨というのは筋肉,でく筋肉がクッション代わりとなって守ってくれています。でも高齢になったりまた運動不足そして怪我などで筋肉量が減るとクッションの役割が果たせなくなるため軟骨がすり減り膝に痛みを感じるというのが膝痛の原因なんです。 ケルセチンは活性酸素を抗酸化するため、えー、筋肉の錆を取ってくれ筋肉量が減少するのを抑えてくれるというふうに考えられています以上で αCRS プラスのご紹介でした次に 最後のサプリメントゼオメガに移りたいと思いますこちらが供給するのは体内でほとんど生成できない必須脂肪酸 DHA と EPA です魚のオイルと藻類由来の2種類の必須脂肪酸が配合されていますまたエッセンシャルオイルの会社らしくドテラ独自のクローブ とタイムなどのエッセンシャルオイルがブレンドされています主成分をもう一度見ていきたいと思いますまず魚のオイルオメガ3必須脂肪酸ヘマトコッカスモ CPTG というドテラの世界最高基準のエッセンシャルオイルがたくさん入っています その他のオイルも以下のようにたくさん含まれています。オメガ3脂肪酸のことを知っていただくために、脂肪酸のお話をさせていただきます。脂肪酸は飽和脂肪酸と不飽和脂肪酸に分かれます。飽和脂肪酸はバター、ココナッツオイル、ラードなど、室温以下になると固まってしまう脂肪酸です。 不飽和脂肪酸は室温以下になっても固まらないため体内に含まれてもサラサラな脂肪酸ですその中で必須脂肪酸というものがあります。それは体内で作れない脂肪酸になるため積極的に体の外から食物やサプリメントで摂取することが必要になってきます。 そちらがこの2つの左側に書かれている2つのオメガ3とオメガ6です。オメガ6はコーン油、大豆油、ごま油など、えー、調理やまたドレッシングなどでたくさん使う機会があると思います。こちらは割と日常の中でも、えー、知らない間にたくさん取っているオイルになります。 一方のオメガ3は青魚、エゴマ油、アマニ油など、えー、ちょっと特色のある、えー、オイルや食べ物から取ることができます。あまり日常では、えー、食べたり摂取したりしないものなのでオメガ3の摂取量が他のオメガ6やオメガ9に比べて非常に低くなっているそうです。 代表的なオメガ3系の脂肪酸は EPADHA でイワシサバサンマといった青魚に多く含まれます魚以外ではクルミなどのナッツ類に含まれていますオメガ3必須脂肪酸の働きはまず一番に脳の栄養育能認知症予防です 脳の60%は脂肪でできているわけなのでこの必須脂肪酸を積極的にとれば、えー、脳の栄養育の認知症の予防になります。ままず、脳のの神経伝達物質の動きをスムーズにしてくれます。ですから情報伝達のスピードが、えー、上がる頭の回転が良くなるということです。 成長期の子どもの育脳には必須です子どもの脳内の神経細胞の発達に影響よ,影響よい影響を及ぼしてくれます不足すると一生を通じて情緒や学習能力免疫のトラブルを起こす可能性もありますまた成,成長してからも知能指数が低くなる危,、ね、危険性もあるそうです 高齢者の認知能力、気分障害にも良い影響を与えます。認知力の低下を防ぎ、気分障害を改善する効果があります。次に、心臓血管、脳疾患の予防として働いてくれます。心筋梗塞や脳梗塞を予防します。血中のコレステロール値を上げず、中性脂肪を下げる。 また血圧を下げる効果もあります血液を固まりにくくするため動脈硬化と心筋梗塞を防ぐ効果があるそうです骨密度を高め骨折を防ぐこれは特に女性は閉経後に骨密度がとっても低くなるんですねそれも急激に低くなります ですからそれが原因で、症になる女性は特にこのオメガ3を積極的にとるとよいかと思います。筋肉のサポートをするアスリートの方の筋肉痛の軽減また筋肉疲労回復を促進させる効果があるそうです。 なので、アスリートの間でも、このオメガ3を積極的に飲んでる方が多いということです。また、筋萎縮の予防、筋力アップにもつながります。こちらは、高齢の方が寝たきりの高齢の方に、えー、オメガ3を摂取してもらったところ、寝たきりなのに筋力がアップしたそうです。その他は、抗う,うつ。 また消化器系のサポートもしてくれるんですこのドテラのゼオメガを2ヶ月継続使用してどのような体感があったかというテストをした結果身体的な機能の改善や体感のみでなく精神的な向上がたくさん見られたそうです。向上したことは 精神が明快になったモチベーションが上がった感情のコントロールがしやすい心のバランスが取れる幸福,幸福感の向上減少したことは不快感痛み不安欲求不満などだそうですですからこのオメガ3、えー、ゼオメガを積極的に取ることで 身体だけでなく心のバランスも取れてくるということなんですね次にもう一つの、えー、オメガ3の供給源となるヘマトコッカスモをご紹介していきます微細藻類マイクロアルチェの一つです淡水で生息している 炭細胞の緑のもの一種通常は緑色なんですけれども紫外線を浴びるなど厳しい環境にいる時はアスタキサンチンという成分を生成して赤い色になりますこの写真のようにグリーンから赤へと変化していきますマイクロアルジェはおよそ30億年前 最初に地球上に出現した生物の一つですいわゆる植物プランクトンというものです現在は海湖川池などに10万種も存在していますユーグレナクロレラスピリスピリリナなどが有名なマイクロアルジェ だと思いますアスタキサンチンはリコピンと同じカルテノイドの一種です。多く含まれる食べ物は鮭、エビ、カニ、イクラ、タラコなどの魚介類でみんな赤いですね。強い抗酸化作用があり、一重抗酸素,一重抗酸素に対する抗酸化力は ビタミン C のなんと6000倍、コエンザイム Q10 の800倍もあるそうです。脂質の酸化に対しても抗酸化力がビタミン E の1000倍だそうです。ですから疲労を回復する成分、またアンチエイジング効果のある成分として美容製品にも使われています。 今名前の出てきた一重光酸素なんですけれども活性酸素には代表的な4種類の活性酸素がありますその中の1つが一重光酸素でそれに対してアスタキサンチンが有効だということなんですはい最後にマイクロプレックス BMZ をご紹介していきます健康づくりの基本はビタミンとミネラルからということでこちらは健康維持に欠かせない22種類のビタミンとミネラルを含んでいます。他のサプリとここが違う細胞レベルで免疫システムを助ける22種類のビタミンミネラルが含まれています。 こちらはドテラが特許取得済みのプロセスによって供給されていきますこの微量栄養素を、えー、細胞がより吸収できるようにしているプロセスなんですがまずビタミンは体内で乳酸菌と酵母の培養に使われます培養された酵母は成長すると今度は ビタミンをタンパク質に結合させます。これは私たちの細胞のタンパク質に結合させるということです。つまりビタミンの吸収がより上がるということであり、また生物学的脳が向上するということです。生物学的脳というのは医薬品やサプリメントが体内へ吸収され、代謝された後に どれぐらい、えー、働くかというそういう指数のことです。もう一つはミネラルの方なんですが、キレートミネラルミネラルを使用しています。キレート化されたミネラルはアミノ酸と結合して複合体を作ります。この複合体は体がミネラルを識別しやすくなり。 処理・吸収しやすすくなるそうです結果としてミネラルの吸収が上がり生物学的能が向上するということです。このプロセスは私たちが食べ物を取って食べ物を食べてそこからミネラルを吸収するということと同じプロセスだそうです。ですからより自然に体内へミネラルが 吸収されていくということなんですねその他の特徴としてはフルスペクトラムのビタミン E フルスペクトラムというのは8種類のビタミン E 全てを含んでいるという意味だそうですレモンの皮の天然の要酸、昆布の要素そして緊急病棟で お医者さんが患者さんに推奨しているビタミン ZC 亜鉛も含まれています。こちらで全て3つのロングライフバイタリティのサプリメントのご紹介を終わります。えー、たくさんの成分の名前や作用が出てきたので少し頭の中が混乱してるかもしれないんですけれどもまとめると。 ドテラ社ではエッセンシャルオイルの会社ですがエッセンシャルオイルだけで健康の維持ができるあとは疾患などの改善ができるとは思っていませんまずライフスタイル生活習慣というところをしっかりと土台を築いてくださいというふうに推奨してくれています そのライフスタイルの土台の一番下にあるのが適切な食生活になりますこの意味は十分に必要な微量栄養素が摂取できていますかということなんですその上に運動がありその上に休息とリラックスというストレスマネジメントがあり そしてその上にためない体作り、デトックスができる体作りというふうな順番で、えー、土台が築かれていきます。その土台の上に初めてヘルスケアが乗っかってくるわけなんですね。この一番下の土台の適切な食生活、十分な微量栄養素が摂取できているかというところなんですが、 実は微量栄養素不足の人が多いということなんですね食事は飽和状態というか飽食の時代たくさんの美味しい食べ物があるのに胃は満腹だけどでも細胞は飢えているという新型栄養失調の人が多いそうですこれは必須の微量栄養素が 大不足していること、そのことにより隠れ栄養失調になっているそうです。子どもの脳は先ほどもご紹介した通り、美容栄養素をたくさん必要としています。隠れ栄養不足ということだけではなく、子どもが、えー、幸せに育っていくためにも、 能育をお母様方は考えててあげてください食べ物がほとんどをその子の身体能力また健康状態そ,そして心の状態を決めていくんですということでドテラ社ではキッズサプリメントも発売しています左側の A2Z は ビタミン・ミネラル、右側の IQ メガバ、オメガ3脂肪酸を供給してくれます。A2Z は、一日に必要なビタミンや植物エキスがたっぷり含まれ、ラムネのように噛んで食べるチュアブルタイプのサプリメントです。追加味になっていてとても美味しいので、お子様にも大人気です。また、カプセルが 飲みづらい大人の方や高齢者の方にも噛んで食べていくタイプなの噛んで食べるタイプなので摂取していただくことができます。iq メガはオレンジオイルを配合して魚臭さを抑えています。小さじ1杯で 1000mg のオメガ3。脂肪酸が摂取できます。a2z サプリメントと一緒に摂取するともう先ほどから。 ビタミンとミネラルそしてオメガ3などがすべてがセットになってネットワークになって働くというお話をしてきましたのでもうご理解していただけたと思うんですけれどもやっぱりセットで、えー、取っていくことがとても大切なんですねなのでぜひお子様の、えー、このサプリメントをこのペアで取らせてあげると良いかと思います IQ メガの方は液体になってますのでやはりカプセルが苦手な大人の方や高齢者の方にも適切かと思います私たちの免疫システムは微量栄養素に依存していますこの微量栄養素で私たちの体は出来上がってるということなんですですから 十分にその栄養素を取ることによって痛みや不快の改善またいつまでも若々しく疲れを知らない体バランスの取れた心の状態そういう状態を長く続けることによって健康で幸せな老後を送るというそういう、えー、一つの、えー、補助として 使っていいいただくとと良いかなと思います。あなたの食べるものが分解されて骨や細胞になるあなたの食べるものはあなたの健康をプラスにもマイナスにも影響させる良い食べ物は全体の健康を向上させ体のすべてのシステムをサポート貧しい食べ物は多くの健康上の課題と 慢性的な状態を症状をもたらすということです以上でサプリメントロングライフバイタリティのお話を終えたいと思います次回はミネラルのお話になります10月の24日土曜日21時からまた Zoom で始めますのでこちらの方もよかったらご視聴ください それでは今日はどうもありがとうございました。